繰り返し大麻を使用していたとして、御殿場市の竹ヶ原中屯地所属の20歳の男性自衛官が懲戒免職処分になりました。懲戒免職処分になったのは、竹ヶ原中屯地の教育支援施設隊に所属する20歳の一等陸士の男性自衛官です。竹ヶ原中屯地によりますと、男性自衛官は去年11月下旬から今年2月11日までの間に、 県外の実家に帰省した際大麻を繰り返し使用していました駐屯地で同じ部屋の同僚から大麻を使用している疑いがあると報告があり自衛隊で調査した結果使用が明らかになりました男性自衛官は大麻は都内で買った自衛隊でのストレスを発散するために使ったと話しているということです